串田神社は、福岡市博多区にある神社である。串田神社は、古くより、博多の氏神、総鎮守として、信仰を集めている神社である。7月の博多祇園山笠や10月の博多、おくんちなどの祭事を行う。5月の博多松林は、厳密には、串田神社の祭事ではないものの、松林一行は、串田神社から出発するしきたりになっている。旧社格は、 県者。地元の博多の人々からは、奥下さんと愛称で呼ばれている。祭人は、大畑大臣、天照公大臣、須佐野野大臣の三神で、聖殿に、大畑主神、左殿に、天照大臣、右殿に、須佐野野神が祀られている。当社以外にも日本全国に、いくつかの串田神社があるが、それらが串田姫を主祭神とする神社であるのに対し、 当社では串名田姫は祀られていない。ただし、もともとは串名田姫を祀る神社であったとする説もある。大畑大臣は、伊勢国松坂の串田神社から誕生した神とされている。別名を、大枠後命と言い,い、雨のみなかの神の十九世の子孫で、北陸地方で怪物を退治したとされる。なお、大畑神を主催神とする神社は、佐渡市にあり。 串名田姫を主催神とする神社五社のうち三社も北陸地方にある。社言では、天平法事元年、松坂にあった串田神社を勘定したのに始まるとされ、松坂の串田神社の祭神の大畑主神が、天照大臣に仕える一族の神であったことから、天照大臣も一緒に勘定されたと伝えられる。天行四年、小野義古が藤原住友の乱を鎮めるために、 京都の八坂神社に祈願し、閉廷した後に当社に、菅野斧神を誕生したと伝えられるが、平安時代末期、平野清盛が所要の非全国神崎の串田宮を、日葬貿易の拠点とした博多に誕生したという、説が最有力であり、串田神社の宮児らが編纂し、昭和40年に文部省に提出した、博多山笠記録や昭和54年に、福岡市が発行した、 福岡の歴史でも佐賀県神崎市にある串田宮の文社とされている。戦国時代に荒廃したが、天正15年、豊臣秀吉によって博多が復興される時に、現在の社殿が造営された。明治元年の神仏分離令より、前の江戸時代までは、東長寺に属する神五寺が串田神社を管理していた。明治24年に建社に列した。ありがとうございます。